ンポン。こんにちは。うわあ、なんか脳みそある。あ、あれは洗脳ブレインコントロールの脳みそ。なんで脳みそだけあんだよ、こえよ。いや、準備すんの大変でした。これがあればあらゆるボイスロイドを洗脳できますよ。よっしゃ、エロいことしようぜ。待て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 、よく見ろ。これ、洗脳してるのこの手だろ。こっちは洗脳されてる側っぽいから、脳みそだけ持ってきても意味ないやろ。あやこいつ、洗脳されてる脳みそ持ってきててくさ。うるせえ脳みそねえやつは黙ってろ。なんやお前、やめそらー。にゃ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 、うるせえな。クソだらー、洗脳する手を絶対手に入れてやる。いや無理やろ。まあ無理やろな。でも脳みそがあるなら手も入るんじゃないですか。どこにあるんですかね。うん、どこにあるか全然わからないよ。待て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 、え、今誰かと誰かがそれらしいもの持ってたんですが。え、誰と誰。君と君。我こそはブレインコントロールの手と呼んで。ゾイゾイ見る影もね。よっしゃ捕まえろ。バカな、ゾイゾイ様に危害は加えさせ。アカネちゃん、はは、こいつを操らせてもらった。私を捕まえたくば仲間を倒してみろ。できるもんなら時だ。え、特段もう捕まえた。じゃあ捕まった。おう、やるやん先生。えへん。で、その後は。え、うん、うん、え、うん、お、ゾイゾイ様に危害は加えさせん。くっそ、お前ほんと使えねえな。おい、どないすんねん。あんな能力無敵やん。大丈夫です、スイナちゃん。おそらくカードのテキストから察知するに、あの洗脳効果はモンスター一体のみにしか適用されないはず。つまり今はゆかり先生以外を洗脳することは不可能。ゆかりさんナチュラルにモンスター扱いでくさ。ということは、あの手は今洗脳効果を使えないってことやな。はは、バカめ。この私がそんなあからさまな弱点を持っているわけないだろう。勝手な思い込みで痛い目を見るのは貴様らだぞ。いいか、これは忠告だ。このまま痛み分けで終わらせる。ちょっとずつフェードアウトしてんじゃねえ。はは、バカめ。貴様に仲間が殴れるかも。判断が早い。潰せえ。はは、バカが次は貴様を洗脳してやる。その前に、チェックメイトです。あいや、ようやったようやった。さすがうちの子分たちや。信じてましたよ。さすが私の生徒たちですね。お前ら、しばかれたいんか。